願いします。はい、じゃあカウンセリングね、はい、うん、だから今度そうですね、今度食事会があるんでね、まあ、そのカウンセリングをっていうことで、はい、ちょっと今度の食事会に関してちょっと、うん、福山さんも頭を整理しておきましょうかね、はい、うん、そもそもこの食事会で、うん、家族の中で出席しないのは次女さんだけですね、はい、うん、でこの食事会のその、うん、なんていうかこう目的名目っていうのはこれは何なんですかね、そもそもこれ何の会なんですかね、うん、還暦、夫婦の還暦、還暦なんで、うんうん、まあね、うん、お正月から帰ってきてないしから、うんうんうん、まあ私ご飯行きませんか、うんうん、みたいな、うんうん、これは長女さんから声をかけてきたんですかね。そうです、うん、でこれ長女さんが声をかけてきた時には、うん、福山さんに声をかけてきたんですか、うん、LINE かなんかで。そうです、私にかけてきたんです、うん、でご主人には、うん、直接は声はかけてないんですか。ないんでしょうね。あ、なるほどね、うんうん、そしたらこれはその例えば長女さんがそのご主人と一緒に話したとかいうような話はしてないんですかね、長女さんは、はい、長女さんがもう、うん、ただ単に還暦だからということで、うん、食事会どうという感じのラインだったんですかね、うん、そうですね、はい、そしてこれは場所も、長女さんが提案してくれたんでしたっけ。そうです、うんうんうん、ね、うん、で、それから、食事会のことに関して何かその福山さんと、うん、もしくはご主人と、うん、長女さんが何かこうやり取りを連絡を取ってるということはないんですか、その確認であるとか何か、うん、それはないんです。長女と旦那ですか、福山さんと長女さんが、うん、うん、そうですね、うん、まあ、ここでするよっていうのを LINE でちゃんと送ってきてくれて、ほんで、うん、時間がちょっとこう5時って言っとったんで、うんうんうん、旦那は仕事やから、うんうんうん、なんか後でそういうこと言うんよね、うんうんうん、決まってから、うんうんうん、6時に変えて、うんうんうん、無理や言うて言うから、うんうんうん、ほんな、うん、私に振ってきたんやけど、うんうんうん、じゃあ LINE したら、うんうんうん、私が自分でやってしたらって言って LINE、うんうん、したみたいなんですよ、うんうん、主人が。あ、なるほどね。そしたらな、うん、変えてくれたって、うんうん、そういうのが、まあ、主人はその時間変更に娘に LINE したんです、うんうん、あ、なるほど。そしたら、まあ、時間が変更になったんですね。そうです。で、うん、新しい時間はじゃあ6時かなんかになったんですか。そうなんです、うん、じゃあ6時からになったんですね、はい、うん、ではその場所の予約とかも長女さんがしてくれたということですね。そうですね、うんうんうん、でその6時からになったという返事は、うん、ご主人の方にしてるんですか、長女さんは。はい、うんうんうん、で主人が私に、うん、LINE が来て、うんうん、主人から、うん、変えてもらえたみたいな、うんうんうん、6時からになったということを、うん、いうことを私に言ってきました、ね、あ、なるほどね、うんうん、でそのこの食事会のことに関して、うん、お家で直接ご主人と話をしたことっていうのはないんですか。はいはい、まあ、うん、私がそのお店これですよ、うん、娘からこれ、うん、こうやっていうの LINE 来たから、うん、旦那に言いますよね、うん、ここみたいなのでって、うんうんうん、ほんならまあなんか、うん、ああここかみたいなことは話しましたね、うんうんうん、知っとるみたいなことを、うんうんうん、まあ、会話ありました、うん、それはその好意的なんですか、それともちょっと批判的だったんですか。うん、なんかたまたまね、うん、なんか自分がよく行くお店の前にある店なんですよ、主人がよく行く店の前らしいんです、うんうんうん、これでなんかそれ、うん、オーナーさんがなんか近所の息子さんがやってる店やっていうのを私に言ってきたんよね、うんうん、福山さんはそのこの食事会に関してと、はい、この食事会のその場所に関してと、はい、ご主人は気に入ってると思います、気に入らないっていう感じ、うん、どっち
の感じをご主人は持っているというふうに思ってるんですか。気に入らないように思う、ね、それは食事会自体も、まあ、分からないのは分からないで、分からないんやけど、分からない、まあ、お酒も飲めへんし、かといってどこがどこ行くのってのはね、いうのも分かれへんから、水くんさん、まあ、お酒飲みながらちょっとこうなんかね、食べるみたいな感じの店やとは思うんですけど、その場所が気に入らない感じがするんですか、福山さんは。なんか言い方がね、あそこの前やとか言うから、言い方があまりその気に入ってる感じではないんですか、ないような感じを福山さんは受けたんですか、でそういうふうなやり取りをして、その、まあ、食事会があるわけですよね、そこに関しては、その福山さんは何か思いがあるんですか。例えばご主人に気を使うなとか、何か感情っていうのは、まあ、そうですね、まあ、一人の人は嫌がってるわけじゃないですか。はい。で自分たちの還暦のお祝いなわけですよね、そして、まあ、娘たちもわざわざ、まあ、久しぶりですよね、来るわけですよね、でそこに関して、こう何かこう、思いとか感情っていうのは出てくるんですか。そうやね、やっぱり、ちょっとこう、なんかいらんこと言うへんかなっていう、それは誰が、旦那がね、旦那さんが娘ら夫婦にね、それはちょっとあるね、じゃあもしあの、いらんことを言う、まあ、言わないようにするためにはどうしようというふうに思うんですか。まあ、今までだったらどうしてたんです。いらないご主人が、まあ、いらないことを言う可能性というのは多分もう、まあ、いつも多分気にしてることなんだと思うんですよね。はい、あのね、今回ね、あのその前に私、主人にもう日にちが決まってから主人に伝えましたよね。その時にほんで、あのちょっとこう私言いました、冗談みたいにこの近所のお店、流行ってる店があるからいう話した時に、なんかもうそんなとこどらや行くんかみたいな、ちょっとね怒った感じで言われた時にね、もうなんかもうそんなとこ行くって世の違うやんかって言うて、私がなんかもういらんこと言わんといてよみたいなことをね、その時言ってしまってるんやね。これは、今までも言わんといてよ言って、そういうことは言ってきたんですか、それとも今まではあんまりそのいらないことを言うということは気づいてはなかったんですか。あんまりね、うん、やっぱり同調してたからじゃないかな、あの、もうそこまで言わんで、ええのにと思うとっても、別にそんなもう、そんな言わんでええやんかっていうのはなかったような感じで、なんかまあ、まあでもお店行ったらちょっと気にはなってたけどね、昔から、ちょっとこう偉そうにするみたいなとこあるから、で、まあ僕の経験上よくあるケースで、その独夫がそういうことを言うという恐れがある独夫の妻さんは、独夫に言わせないために、自分がその独夫の役を演じるというところがあるんですけど、そういうのは今まで、今思えば自分ってそういうことを、そういう役割をしてきたんじゃないかなっていうのは事実として、あの、ありますかね。まあ、やたら、あの自分の方が一生懸命こう場を盛り上げたり喋ったりしてきたという感じ、それはあるかも。まあ、例えば今回、その、まあ、4人で食事をするわけですけど、基本的に誰が喋る
喋ってると思います？今までだったら誰が喋ってましたかね。私かな。大体自分。沈黙になるとつい私ちょっと何かこう言いたくなるので一番先に喋りかけるのは私かもしれないです。なるほどね。なるほどなるほど。で、先ほど、今回の食事会で、何か、気になることっていうのはありませんかっていう質問に、当然多分それは、本当だと思うんですけど、そのご主人がいらないことを言わないかどうかっていうのが、気になるということを言ってましたよね。自分がいらないことを言わないかっていうことは気にはなります、なりません？それもなります、どっちの方が気になります？正直本音で言ったら、そうですね、先ほど気になることありませんかって聞いて、ご主人がって答えたということは、多分自分がいらないことを言うということも気にしてるでしょうけど、多分ご主人が言うということを気にしてるんだと思いますよね。これそこが大きな間違いだと思いますよね。これ、じゃあ、ご主人がいらないことを例えば言うとしましょうよ。何が困るんですか？なぜ余計なことを言うと、いや、なんていうか困ったという状況に多分福山さんなると思うんですけど、何に困るんですか？その困る理由はどういうふうに思ってるんですかね？そうだね。その言われて娘さんとかお婿さんがかわいそうだとか嫌な気持ちになるなっていうことを気にしてるのか、もうご主人がそういうことを言うことそのものを気にしてるのか、これはどっちなんですかね。多分先ほどの、答えからすると、ご主人が言うことが気になるということは、娘さんとお婿さんが言われることは多分優先順位の2番か3番なんですよね。ご主人がいらないことを言うこと、娘さんたちが言われること、そして自分が言うこと、そして自分に言われること、この4つの優先順位ってどの順番ですかね。嫌な順番っていうのはどの順番なんですかね。1位は決まってるんですよ、ご主人が言うということね。じゃあ自分が言うのと、ご主人から言われるのとはどっちの方が気になります？単純に僕の教えた答えから答えを導くんじゃなくって、自分の今の本当の感情、どっちの方が気になるかっていうことを教えてもらいたいんです。どっちの方が気になりますかね。自分が言うこととご主人に嫌なことを言われることね、どっちの方が嫌ですか。主人にが言われること、主人が言うのは1位なんです、2位がどれかなんですね。福山さん自身が いらないことを言うことなのか、娘さんたちが言われることなのか、どっちの方が嫌な気分なのかということです。どっちの方が気になるのかということです。娘らのか、言われること、そうですね。であるとすれば、多分これ優先順位の3位ですよね。自分が言うということが、そうですね、それが
うん、これがまず一つ目の問題ですよね、うんうんはい、で後半は、はい、あのこの優先順位だと、うん、もう次の食事会で、うん福山さんがあの嫌われ役に回るのはもう目に見えてますんで、うんはい、後半では、はい、あの具体的な方法をね、うん、あのちょっとアドバイスしていきましょうかね、はいはい、ありがとうございます。